日本鉄道203-3800型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は、日本鉄道が1898年に、イギリスのダブスから4両を輸入した、車軸配置4から6から2のタンク機関車で、DB3-6 型と称された。日本で唯一、4から6から2系車軸配置を持つ、 タンク機関車である。同時期に導入された、車軸配置4から4から0の5830系、テンダー機関車とは、系列設計で、同形式の先はの第二軸と同輪の第一軸を、中は無理やり押し込み、重輪を一軸付け加えた形であり、第一同輪は、フランジレスであった。また、日本路上機機関車としては、初めて動力逆転機を装備した。 本形式は非常に得意な構造を持ち、常磐炭電酸の低質炭を燃料とするため、う転式に近い高化質と燃焼室が採用され、ボイラーの電熱面積と飛行子面積の比が非常に小さい。この過失を避けるため、第2、第3導輪間距離は5500型と比べて 203mm 延長されている。 国有化後の1914年には、ボイラーの非効率さを改善するため、飛行士面積を縮小し、燃焼室を撤去する改造が、森岡工場と大宮工場で施行された。当初は、勾配専用として、黒い底に配置された。1904年に勃発した日露戦争では、全者が陸軍や先鉄道被下げり部に供出され、満州に送られたが、 1906年に全社が無事に帰還している。国有化後に制定された鉄道院の車両形式称号規定では3800型とされた。その後3800が宇都宮湖3803が福島湖の配置となったが晩年は全社が仙台湖に集結した。1922年7月に廃車され全部が解体されている。 引っ張り力は大きかったが、ボイラーが常磐丹田さんの提出単用で効率が悪い上、蒸気不祥等といったトラブルも多く、多軸で第一動輪にフランチがないため脱線しやすかったようである。以降の数値は、ボイラー改造後の数値である。ありがとうございます。